はい、ですね、寒いです、はい、でも別にものすごく寒いわけじゃないんですよ。別に東京でもありえるぐらいの、寒さで底冷えするような感じじゃないです。でも走ってるとやっぱり走行風で冷えますね。でそういう時にどうしたらいいかっていうとですね、もう一枚服をこうそこら辺で買ってくるとかですね、コンビニとかで肌着を 2,3 枚買ってきてこう中に重ね着するとかですね、そういうのもいいんですけど、一番いいのはやっぱりカイロですね。カイロを使うんですけど、多少これの使い方にコツがあります。はい、オートバイに乗ってると冷える場所って大体決まってるんですね。それは関節、それから指先、関節、肘、指先、あと肩ですね、はい、あとお腹、腰、膝、太もも、はい、あとつま先、大体決まってます。で今言った中で、カイロをこう貼ってですね、効果的な部分、そこに貼っていくといいです。まあ、手に貼るのはちょっと難しいんですけど、まあ、例えば僕はこの、ハンドルカバーしてます、はい、これ北海道の方に好評なんで帰ったらコンビニから入れられないかどうかちょっと頼んでみようと思うんですけど、この中にですねこう入れちゃうっていうのも、なんかこたつ状態になります、まあ、グリップヒーターなくてもグリップヒーターみたいになる。であと一番簡単なのが出して貼るんですけど、まあ、僕はプロテクター入れてますけど、プロテクター入れても入れてなくてもいいんで、こう胸の真ん中、心臓の上ですね、はい、ちょっと左側のあたりの心臓の上あたりに貼るんです。ちょっとね、今実はすでに1枚貼ってるんですけど、これもうねだいぶ冷えてきちゃった。心臓の上に貼ります、はい、で心臓の上に貼って心臓を温めてやると血流で全身に行き渡るんで、こういうのはもったいぶっちゃダメです。大体ですね、次も使うかもっていうことで、一番大きいやつ買ってくださいね、10個入りのやつで、次も使うかもってとこで残しておくと来年まで残りますんで、はい、こういうのはですね惜しげもなくバンバン使ってください。10個入ってても300円しないです、はい、それで体調が保全されるなら安いもので、あとおすすめは肩ですね。よいしょ、肩に貼ります。肩、胸、肩ですね。で、この状態と、あとはやべ、今チャック開いてた。チャック開いてると見せた方が良かったですか？あとお腹の前と後ろですね。要はお腹、それから腰。やっぱり腹部はですね冷えます。冷えると良くないです。僕の場合特にですけども。こう服ってこうつない合わせ目があるんですね。バイク乗ってるとタンクに沿って風が来ます。でそのタンクに沿ってきた走行風が下から入ってくるんですね。でお腹を冷やしてしまいますので、できればお腹にも、よいしょ、これ腹巻きですよ、これ、はい、腹巻き入ってますよ。お腹にももう1枚入ってるけど、あ、2枚入ってるわ、2枚入ってた、入ってますね、はい。で、お腹と、背中、ここでつなぎって、ここに穴があるんですよ、だから中に手が入るんです。背中に1枚、はい、これだけで腰のところ、もう低いところに入れてやるとですね、かなりあったかい、あったかいというか、これあったまってくると乗ってる時に実感できます、温度が奪われてくるとですね、痛くなる部分がですね、こう保全、あったまって保全されてくると、だんだんその寒さそのものを感じづらくなってきます。感じないわけじゃないですけど、感じづらくなってきて、要は体冷えすぎるとですね、気づかないうちに低体温症になったりとかしてですね、動きが悪くなったり、注意力が低下したり、それから必要以上に体力を奪われたり、もう目で見てる景色、に対して認識が遅れたりしますね。だから例えば車が飛び出してきた、でも何で飛び出してきたのかわからないまま突っ込んじゃう、飛び出してきた、それは危険だ、判断してブレーキ、そこの判断がどん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 テンポ遅れていくんですよね、はい、だから体温が下がってしまうっていうのは皆さん考えている以上に実は危険なんです、はい、なのでこういうですね、カイロ日本製すごい安いですね、こういうのをですねあちこちペタペタ貼ってもらって、はい、であとカッパ持ってればカッパ着てください。カッパ非常に風通しにくいので、カッパを着てですね、
太ももに上にピッて貼るだけでもかなり効果があります。はい、もう全身貼っちゃってください。もう10個全部使い切る勢いでもいいです。はい、その方がですね、明日のために役に立つと。シャッと締めて、これでもうどんだけ気温が下がってもっていうわけじゃないですけども、まあバイクで走って、家に帰るぐらいまでは大丈夫だと思います。はい、というわけで、寒い日のですね、緊急対策としてのカイロの貼るコツを紹介させていただきました。カメラを持っていただいたのではですね、我々を追跡してですね、今すれ違ったっていうので赤子からずっとここまで追っかけてきてくださった、あの親子のお父さんが持ってくださいました。お名前は高橋さん、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。